基本一人です。いつもありがとうございます。平日の、朝のね10時ですけれどもね、今日はですね、弟リハビリに連れてきましたね。作業所は休ませて、リハビリが今終わりました。ちょっとね、どうしようかなと思うんですけどね、まあ、ドライブというかね、まあ、ちょっと弟をね連れてね、あのスーパーマーケット行ったりしながら、菓子パン買ってね、そのまんま、次男ですね、統合失調症で入院している次男のところに差し入れに行ってっていう感じの、一連のね、車移動弟と一緒にねやっていきます。まあその間ね景色が弟は見れるんでね、まあ結構、まあ普通にあのグループホームで、あのベッドとか自分の部屋にいるよりはマシかなということで、ちょっとね、連れて行こうと思います。統合失調症で入院している次男の、病院の駐車場です。まあね、その前にね、スーパーマーケットに行ってきました。差し入れのね菓子パンをやめてね、今回はねみたらし団子を差し入れしようと思います。79円のねみたらし団子、そしてあとスーパーで豆腐とね、これは59円ですけど、まあちょっとしたねドライブ遠足ということでね、カルピスウォーターを買ってきましたね。これを、弟三男に飲ませようと思います。はい、カルピスウォーターです。はい、ゆっくり飲んで、ゆっくり飲んでよ、いっぺん飲んじゃかんよ。おいしいかね。まあ飲んじゃったね、まあコップ一杯ね。おいしかった？はい。5年ぐらい会ってないですね。だから弟はね、次男ですね、お兄さんのことも忘れちゃってるかもしれません。はい、そういうことですね。はい、それではねみたらし団子を差し入れしてきますね、次男の方にね。行ってきます。病院でね差し入れしてきましたね。今日はねシャンプーとかシャンプーリンスとかボディーソープも、ついでにね、置いてきましたね。ちょっと統合失調症に関するお話をねこれからしていこうと思いますけどもね、今回はね後ろに弟もいるんでね、弟も含めたね家族のね、僕が小さい頃のねちょっとした歴史というか、まあそういうのをお話ししていこうかなと思いますね。まあ本当に僕が1962年生まれでね、来てて、で2日、2年遅れでね、次男が生まれて、で僕から8歳離れてるのが三男ですね。だから次男と弟はね6歳離れてます。だからね三男はねちょっとね、年が離れてるんですね。僕と、次男はね2歳しか離れてないんだけど、小学校4年生5年生ぐらいの頃にね、弟がね、まあ、生まれて、三男ですね、三男が生まれて2歳とか3歳になった時にね、喋らないということでね、それがすごく問題になったんですね。まあちょっと喋るのが遅いよっていうのから始まってね、病院にいろいろ見せて、それからどうやら、知的障害があるんじゃないか、自閉症じゃないかっていうのがね、要するに僕が小学校、5年生6年生中学1年生ぐらいの頃にね、ちょっと発覚したというかね、それで騒ぎに なんか結構なったやっていうのがありますね。あとはね僕が小学校6年生の頃にね、その当時ね、祖母ですね、一緒に暮らしてたおばあちゃんがね、膵臓がんで亡くなったりとか、まあ本当に小学校、5年6年中学1年っていうのはね、本当にね弟 の要するに障害がね発覚して、あとおばあちゃんがね膵臓がんで亡くなったりとかってね、結構ごたごたしたんですね。そっからまあ僕が中学上がって、
中学3年生になった時に弟ですね、次男が、中学生になって、そしたら、次男がね統合失調症になってね、すごくゴタゴタして、まあ本当にその頃っていうのはね本当ゴタゴタ続きですね。で僕もね反抗期の、時期なんですけどね、まあ本当に家族がね本当に母親もね父親もね本当に困ってる悩んでるっていう時期なんでね、僕はねちょっとね反抗期っていうのがね、ちょっと親がかわいそうすぎてね、ちょっと反抗できなかったというかね、そういうのなしでね、なんか自然と来ちゃったような気がしますね。そしてまあその頃ですね、高校ぐらい入った頃からはね、ちょっとね、親の、まあ、経営してる、水道設備の会社ですね、昔言ったら水道屋っていう言い方しましたけど、水道設備の工事をやる会社をね、やって出てね、小学校の頃とかね、中学の途中ぐらいまではね、結構ね、まあ、経営がうまくいってたんだけどね、本当に高校ぐらい、入ったぐらいからね、経営が傾いたみたいなのがありますね。その経営の傾きと、あとはまあ、次男が統合失調症、で、なかなかこう、入退院をね、繰り返す。一年入院して、一年、家に戻って、また、二年ぐらいね、入院しちゃったりとかね。で、また一年ぐらい戻ってきて、また一年入院するみたいな感じのことをね、次男は繰り返してて。で、まあ、弟、三男はね、まあ、ある程度、まあ、病気が発覚してもね、安定しても、なんていうか、養護学校にずっと通うみたいな日々でしたね。まあ、でも本当に父親、母親にとってはね、まあ辛い時期だったんじゃないかなと思います。そして経営もね、会社の経営も傾いて、で僕が大学2年生の頃にね、会社が廃業ですね、倒産まで行かずにね、廃業という感じで辞めたっていう感じの経緯がありますね。まあそっからね、本当になんとかね、お金にはちょっと困りながらもね、僕は卒業できたという感じの経緯ですね。考えてみたら本当に、要するに1973年ぐらいからね、88年かな、親父が亡くなったのがね88年ですけど、その頃っていうのはね、僕の家族っていうのはね、ちょっと辛い思いしたんじゃないかな。結構ね、15年間ぐらいね、そんなことをね、ちょっとお話ししてみました。はい、三男のグループホームつきましたね。先ほどの話でちょっと言い忘れたことがあったんでね、追加ということで、まあ大学1年生の頃にね、会社がね、2年生の頃ですね、82年ぐらいです、1982年ね、倒産までいかないんだけど廃業みたいな感じでね、なってですね、そっからまあとにかく、その前からですね、経営がうまくいかなくて、親父もね結構ね悩んでたと思います。それでね、倒産になる前にね、もうとにかく家の貯金とかね、全部はたいて、会社をね、清算しましたね。それでね、だいぶ社長、今まで社長って言われてきたんだけど、なんかプライドみたいのもね、結構傷ついたんじゃないかなと思います。その後ね、親父はね、他の、要するに水道工事の会社ですね。そちらにね、従業員としてね、就職はできましたね。それでもね、給料がねだいぶ落ちて、あとは雇われの身になったっていうことでね、なんかちょっと、居心地も良くなくてですね、なんかちょっとね、すごくストレスを溜めてたみたいですね、会社終わった後もね。それでね、会社が廃業になって6年後の88年ぐらいですね、亡くなりましたね、膵臓がんでね。だから要するに、まあ弟がね、三男がね、障害が発覚した1973年からね、88年ぐらいまでね、15年間っていうのはね、僕の家の家族はね、特に、父親ですね、母親と父親はね、すごくね、辛い思いをしたね、15年間ぐらいだったんじゃないかなと、思いますね。ということで、ちょっとお話をね、まとめてみました。じゃあ、三男をね、連れて行こうと思います。
で、先ほどねカルピスウォーターあげたんでね、もう一杯あげますね。今もう11時回ってるんでね、あんまり、半分ぐらいかなあげますね。もうあと30分ぐらいでお昼ご飯なんでね。あとこちらはね、母親がね、カルピスウォーター飲みたいということで言ってたんでね、持ち帰りますね。ということで、弟を連れてきますね、グループホームに。じゃあね、じゃあね、はーい、はい、基本姿勢です。いつもありがとうございます。9月になってね、だいぶ涼しくなりました。急に涼しくなってね、ちょっとね、びっくりしてますけれども、今日はね、もう5時半ですね。で、先ほどね、母親がね、お刺身を食べたいということで、お刺身を買ってきましたね。で、僕はね、お刺身実はそんなに好きじゃないんでね、お刺身以外のね、ものを食べようということで、今回、豆腐をね、買ってきてね、麻婆豆腐の素でね、麻婆豆腐を、作って食べようかなと思います。ということで、作っていきます。今回ね、豆腐はね、1個半使いますね。これも半分ぐらい切って、こちらに置いときますね、まずね。はい、火つけていきますね。そして、180ml、180cc の水を入れますね。具入りのソースですね。はい、沸騰してきたんでね、お豆腐を投入しますね。よいしょ、よいしょ。はい、これでね、一煮立ちさせますね。はい、一旦沸騰してからね、3、4分煮込みましたね。一回ここで火を消します。こちらをね、50cc の水で溶いてきますね。このトップバリューのね、麻婆豆腐もね、丸美屋の麻婆豆腐とね、そんなにね、なんて言うんだろうな、味的にちょっと安いんですけどね、遜色なく美味しいんで、僕はトップバリューのこの麻婆豆腐の素買ってますね、よくね。はい、これでちょっと火をつけますね。軽く煮込みます。弱火でね、とろみがね、出るまで。はい、こんな感じで出来上がりですね。はい、火を消します。結構量あるね、刺身いいね。俺は食べたかないけど別に。じゃあいただきます。じっと、とある、うんと、うん、じっと。結構ボリュームあるじゃんね。結構あるよ、僕はいいよ。なかなか立派だね、これね。うん。ね、美味しそう。うん、まあまあ、美味しそう。つながってる。ああ、なんでだね。凍ってるじゃない？長い。長い、こんな長い。食べにくいね。麻婆豆腐食べて、ハサミで切るね。従業員の人がそれか、ハサミ切り忘れたかね、長さん。そうだよね、これじゃ食べにくいよ。麻婆豆腐の豆腐の味噌汁をね、豆腐だらけ。
そっちのお吸い物はあれだもんね、お吸い物だもんね、うん、もうこれ取った？うん、取ったよ。うん、くちゃくちゃにしちゃった。うん、綺麗な時に取った。うん、うん、今日買いに行ってそれいい色してるなと思って。マグロ大好き寿司、マグロどれぐらいあるかなって改めて確認したら、やっぱ刺身の方が量多いなと思って、マグロの生の量がね。ああ当然だけど、それならやっぱり刺身の方がいいな、今日はご飯炊きたてだしと思って、うん、やっぱりご飯が美味しいね。うん、ちょっとさね、半分新米入って、新米ね、うん、でちょうどあのバローでね、花越前っていう福井産のお米と、うん、業務そばじゃないや、ビッグ寺ね、あそこで静岡コシヒカリの新米とね、同じ値段で売ってたわけ。あ、そう、全く同じ値段で新米 で、うん、で静岡コシヒカリと花越前かな、どっちがいいかなって考えたけど、なんか静岡のお米より福井のお米の方が美味しそうじゃん、なんだね、岐阜じゃん。ん？岐阜。福井。福井かね。福井県のお米、うん、花越前って、うん。なんで今回はバローで買った。あ、うん。これの米今度買ったやつが2980円だけど。あ、そう。3000円しない？10キロだね。うん、ただあのブランド米のさ、うん、有名なあの新潟産のコシヒカリ、うん、ああいうのはね10キロ5000円ぐらいで売ってるね、うん、で割と売り切れちゃうんだね、それ。あ、そう、うん、ない時の方が多いぐらい、この辺の地域だと、うん、そのぐらいするだよね、うん、それでも美味しい米食べたいっていう人はいるだよね、うん、このお米だって十分美味しいけどさ、うん、プラス2000円出して、はい、今回はね、弟をねドライブに連れ出した、1日とですね、次の日はね、母親に、刺身を買ってきてね、僕は麻婆豆腐を作るというね、日常でしたね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。